皆様はじめまして、こんにちは。再生ありがとうございます。2020ベストオブミス神奈川ファイナリストの二見遥と申します。もしかしたらこれをご覧の皆様にも遥さんいらっしゃるかもしれないんですが、私の遥はその司馬遼太郎さんとか石川遼さんの遼の字を一文字取って遥です。遼ちゃんって間違えられがちなんですけど、遥なので覚えてくださったら嬉しいです。今1999年生まれの20歳で、身長172センチ、慶応義塾大学の2年生をしております。大学では主に演劇を勉強しているんですけど、時折現代詩を書いてこうした詩集に掲載していただいております。私が今回このミスコンに応募した理由は大きく分けて3つあります。1つ目は、歌舞伎の文化を日本全国そして世界の皆様に知っていただくお手伝いができたらなと思ったからです。私はひょんなことから大学に入って歌舞伎サークルに所属しました。そこで実際にお化粧と衣装を施していただいて、舞台に上がったり歌舞伎座で感激する機会をたくさんいただいて、その壮麗さと素晴らしさの虜になりました。私は歌舞伎が大好きです。ですが、その良さを知っている方がどんどん減っているなと肌で感じています。歌舞伎はその伝統の型を踏襲しつつも日々進化していく日本が誇るべき文化です。このミスコンの活動を通して、私と同じ若い世代の方々そして皆様にもっと歌舞伎の素敵さを知っていただけたら嬉しいです。2つ目の理由は、自らも美しくあらんとする演出家になりたいと思ったからです。歌舞伎と少し似ているんですけど、私は宝塚が大好きです。なので将来は宝塚の演出家になると心に決めております。自らの美を追求して私たちに夢を見せてくださる宝ジェンヌの皆様と同じように、私も美しいってなんだろうとずっと考え続け、それをお客様にお見せできる、そんな素敵な演出家さんになりたいです。残る3つ目の理由は、私が描く物語を少しでも多くの方に見ていただきたいと思ったからです。宝塚の演出家になるために、今大学で演劇をやっていて、2年間脚本や演出や役者をやらせていただいたんですけど、そこでどんなに頑張ってもどんなにいい舞台を作ってもお客様がいなければ舞台は完成しないということをひしひしと感じました。二見遥が作る物語を見てみたい、そんな風に思っていただけるような女性になれるように、このミスコンを通して頑張りたいと思っています。こうした華やかな場は本当に初めてで、西も東もわからない状態なんですけど、たくさんの方に支えていただいて今なんとかやっております。強く、気高く、美しくのモットーを胸に、2月28日の大会まで私らしく精進してまいります。よろしければ会場に応援に来てください。お願いします。最後に、この動画企画がこの再生数とチャンネル登録数によって勝敗が決するみたいです。よろしければこの辺りにあるチャンネル登録ボタンをポチッと押していただけると嬉しいです。また日本ミスコン協会のインスタグラムのアカウントにこの動画がまた載るみたいなので、大変お手数ですがいいねをよろしくお願いいたします。あと二見遥のミスコン用のアカウントを開設いたしました。不慣れな SNS を頑張っておりますので、そちらの方もフォローをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。二見遥でした。ありがとうございます。